B&H 航空はボスニア・ヘルセゴビナにかつて存在した航空会社。サラエボのサラエボ国際空港を中心に国内外に定期便やチャーター便を飛ばす同国のフラッグキャリアであった。B&H 航空は1994年にエアボスニアとして設立されたが2003年秋に増加する負債の返済ができずに経営破綻を。 おこしすべての運行を休止するという事態に陥った。しかし2004年春には内閣がエアボスニアの再建を決定し2005年6月には B&H 航空と解消し2機の ATR72 型機で運行を再開した。ボスニアヘルツェゴビナ政府とエナジャインベストが共同で会社を保有していたが2007年後半にボスニアヘルツェゴビナ政府は 株式の売却することを発表し、2008年にはトルコ航空やクロアチア航空が交渉に入ったと伝えられた。株式のオークションが行われ、トルコ航空、マレーシアのコミンテルコーポレーション、ロイヤル、ヨルダン航空を含むヨルダンのコンソーシアムが入札。2008年10月29日、ボスニア政府はトルコ航空が最高入札者として選出されたと、 発表、しかし2012年6月、トルコ航空はこの合弁事業を終了。ボスニア政府は、トルコ航空による出資分を買収した後、ボスニア政府、エナジャインベストによる共同所有に移行した。2013年4月、唯一飛行可能な ATR-72 が、メンテナンスのために使用できなくなったため、フライトをキャンセルせざるを得ない事態になった。 2015年6月、ボスニアヘルツェゴビナ政府は、同社の生産を決定。生産時の同社の負債総額は1700万ベイドルを超えていた。最後の商用飛行は2015年6月11日に行われ、2015年7月2日に航空運輸事業許可が取り消された。B&H 航空 ATR72 型機また2008年度には、 トルコのイスタンブールアンタルやボドルムにチャータービンを飛ばしていた。一ダカンマルクは約82円。ありがとうございます。